さあ、続いてはドクターと保険小僧編ということなんですが、前回 NG 大賞はドクターということだったんですけれども、去年は振り返るとどうだったんでしょうか。はい、昨年は、ナイスグッド大賞っていうんですかね、はい、これをいただいて、大変光栄な年であったと思います。すごい前向きに捉えてたということですね。じゃあね、私が出すものは全てナイスグッド。ナイスグッド。あそこもね、はい、あいいですね、確かに。さあ、そしてお隣の保険小僧さん、もう本当に安定のっていうね感じがしますけども、はい、去年どうだったんでしょうか。歴代チャンピオンのお二人が相当たくさんナイスグッド賞を出すので、まあ、今年私はほとんどないんじゃないかなと思うんですけど、はい、なるほど。さあ、どうだったんでしょうか。ということで、ドクターと保険小僧編ご覧いただきます。ここで一つ注意、会計の際に車から離れる必要がある場合は車の試乗は確実に行うことじゃ。試乗って言いましたかね。またスバルのお店でも対応しておるぞ。そうじゃ、今なら ETC2.0 再セットアップキャンペーンを行っサポートが抜けてしまった。なんだ、二人ともわしを責めているのか。そんな猫型ロボットには頼らないで、わしらは研究所の研究員として科学でな悩み。何を言うか、わしはまだまだ大丈夫じゃよ。わしを年厚くパソコンから最新データをダウンロードしてアップデートするタイプや、 SD カードや DVD を購入してアップロードするタイプ、その他いろいろアップデートとアップロードが、わしは秋といえばもみじ狩りじゃ。神様、すいません。はい、エンジンが止まってしまう車種は当然現在のシフトレバーのレンジ位置は D なので、慌ててエンジンを始動しようとしてもセルモーターが回らないのでエンジンがかからず焦ってしまうんじゃ。その場合は P もしくは N レンジに入れればいいんじゃがな。でもそんなことより勉強しましょう。今日は新年度が近づいてきたので、セニョールさんとウラコさん、ちょっと違いますね、すみません。その辺を触れるのはやめましょう。褒めて、もう一回すみません。僕らの自由を、僕らの青春を、大げさに言うの。あ、ごめんなさい、すみません。すみません。マイク取って、マイク取って。セニョールさんはリアルタイムでの記憶があるんですよ。ちょっと待ってください、ごめんなさい。いや、笑っちゃう。セニョールさんはリアルタイムでの記憶がある。今それを練習しているんですか。随分昔のような気が。いや、ちょっと昔の曲だけど、まだまだ盛り上がるよね。このグループってかっこいいわよね。ちょっと二人して踊り出さないでくださいよ。ここは勉強する場所ですよ。ごめんなさい、そうだよね。なんで笑うんだよ。マイク落っこっちゃったっす。確かにそうですよね。でもセニョールさんもウラコさんも体が強そうだから大丈夫ですよ。マッスル。まだありました、すみません。すみません。そうか、マッスルです。マッスルがすごい言いづらくなった。なんで。健康さの歌詞。
確かにそうなのよね。今でもあまりイメージできないのに。でも考えることが必要よね。あ、すごく合図を送ってたつもりなんですけど、めくってくれなくてですね。人生の先輩のお二人としては、死亡保障と医療保障を考えてみようというのがアドバイスですか？なんか話が詳しくなりました、ね、あ、そこ、あ、全部読んじゃっていいんですね。全部読んじゃって、あ、そっか。そういうことか。あれ NG の日。いやいや、今日は NG の日。そこ読んじゃっていいんですね。すみません。読んじゃっていいんですよ。わかりました。すみません。すみません。では、いきます。ということで、ドクターと保険小僧編、ご覧いただきました。いや、それにしてもやっぱりドクターと保険小僧さん少ないですね。もう本当にセニョールに比べるとって感じがね、しますけれども、まずは、まあ、ご覧になってドクター、はい、どうですか？いやー、やはり私は根っからの日本人かなと、はい、横文字にちょっと、慣れないところがありますね。もうなんかもう、その口調もそうなんですけど、やっぱり横文字一回はまるとね、そうですね、ダダダダっていう感じでね、言っちゃいますけれども、やっぱりこう独特の雰囲気がね、ドクターありますので、ここは本当にこう可愛らしい NG っていう感じがね、しますけれども。ナイスグッドですね。あ、これもナイスグッドという感じでしょうかね。まあ本当にあとはちょっと、ヒゲも若干、ちょっと、邪魔かなっていう感じ。そうなんです、なかなかこの長いヒゲがですね、朝ごはんになってしまうんですね。なるほど。さあ、保険小僧さん、もう本当に圧倒的に少ないっていう感じでしたけど、どうですか、見て。思ったのが、うん、やっぱりセニョールに影響されて、うん、もう詰まるのも言い忘れてしまうのも全部セニョールのせいだと、なるほど、思いました。はいはい。だからわざわざ保険小僧さんの場合これ NG にする必要もなかったんじゃないかぐらい、そう思いますね。ね、はい、全部セニョールの方に入れられたんじゃないかな、なるほど、ね、思います。なんかこうだからちょっと地味な感じになっちゃいましたもんね。なんかね、じゃあそれが不本意かなっていう感じはね、はい、しますけど。でも僕は脇役なので、はいはい、2人が目立ってもらえればいいかなと。わきまえてね。そうです。あ、大人な対応ですね。なるほど。まあ、これを踏まえてですね、さあ今年はドクターどんな抱負でいきますか？はい、はい、今年もですね、うん、この、非常にナイスグッドを連発するメンバーと皆さんにメンテナンスのことを分かりやすくお伝えできればと思います。分かりやすさやっぱり一番ですね。はい。さあ、保険小僧さんどうでしょうか？はい。保険の業界はいろいろ情報が変わることが多いので、うん、最新情報を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。やっぱりちょっと難しい用語も結構ありますからね。はい。このあたりをきちっきちっとね、番組の中で詳しくお伝えしてまいりたいと思います。ありがとうございます。さあ、それではいよいよ今年のですね、NG 大賞の発表でございます。その前に今年はですね、まあ、番組からこういったトロフィーとそしてメダルもね、ご用意いたしましたので、大賞どうなるかということで、今回も、私の独断と偏見で選ばせていただきました。ということで大賞はもちろんセニョールということになりました。もうこれはね、何ですかね、まあその量の多さとかそういうことよりも、やっぱりボリュームがね、多いんで、セニョールの場合は。そこで、やっぱりあれだけボリュームが多いとちょっと正直 NG も出ちゃうかなっていう、同情も込めてね、はい、NG 対象、セニョールということで送らせていただきたいと思いますが、さあ、セニョール。どうですか、 NG 大賞。NG 大賞というとありがたい賞のよ
に思えないんですけども、はい、まあ、博士の言う、うん、ナイスグッドということ で、 そうです、ありがたく、ね、あの頂戴したいと思います、はい、前向きに捉えていただいて、めちゃめちゃ軽いんですけど、この NG 大賞という、はい、あげます、はい、ありがとうございますそしてこのメダルね、金色ですよ、めちゃめちゃ光ってますよ、これぜひこれかけていただいて、これかけるのはちょっと難しいですかね、はい、手で持っていただいて、はい、もう NG 大賞ですから今年は相当頑張ってください、まあ、ナイスグッド量産していきたいと思いますナイスグッド量産ぜひ期待しております。さあ番組ではですね、もう今年ももう本当にこう車のメンテナンスに関わること、まあ、きちっと情報をね、詳しく皆さんにお伝えしていきたいと思っております。今年もぜひよろしくお願いします。さあ、それでは最後にドクター、よろしくお願いします。はい。2018年もこの個性的なメンバーで決まりじゃ。